さあ、ということで、ジャバウォック島に着きました。ということで、はい、どうも、こんにちは。弾丸論破、スーパー弾丸論破2ですね。6回目やっていきたいと思います。さあ、イベントだと思われますが、ジャバウォック公園に着くなり、ウサミの叫び声が、あたりに響き渡った。どこですか？どこに隠れてるんですか？隠れてるって誰に言ってんだ？ぷぷぷぷ出たか？え？やい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 かわいいかわいいおぉおー、出てきたおへそ出てる。あー、暗転のロードだな。いやお待たせしました。そしてお久しぶりでございます。あー、お久しぶりですね。僕はモノクマ、この学園の学園長なのです。モノクマ登場だよ。さてと、さっそうと登場したところで、まずはぬるいよぬるいよ、ぬるすぎだよ、ぬるぬるだよ。え、ぬるぬるなの？やめろやめろ。でもどうして、どうしてぬるぬるなんです。あ、違った、モノクマがここに。モノクマ、うるさーい、うるさーい。かわいい。あのね、僕は怒ってるんだよ。お前らのぬるいムードに吐き気マックスなんだ。俺も眠気マックスだよ。おい、何がドッキドキ修学旅行だよ。退屈だよ、絶望的に退屈すぎるんだって。ほら、おかげで全然盛り上がってないじゃないか。茶番行ったよ、もう茶番行っちゃったよ。この子茶番言っちゃったよ、もう。どういうつもり？もっとこう、世間のニーズに応えろよ。メタ発言にも程があるわ、それ。平和で穏やかな高校生たちの学園生活なんて誰も望んじゃいないんだって。みんなが見たいのは、他人の不幸、そして絶望だけなんだよ。てめえ！なんだよ、このぬいぐるみ。言ってることがめちゃくちゃだぞ。なんだ一体、どうなってるんだ。こっちのぬいぐるみは何なんだ。一応知らないってことになってんのかな。白夜くん出てたんだよね、前作でも。どうなんだろうね、その辺も。おいおい分かってくるんでしょうか。皆さん危険です、ここは私に任せて下がってください。どうしてモノクマがいるのかわからないけれど、このマジカルステッキさえあれば。好きあり。ええ、なになに。あちょあちょあちょで、やめてい、てい、てい、メニョーキャプチャジャン、大勝。やばいやばいやばい、これすげえわ、大勝利だわ。うわぁ、私のマジカルステッキが。ちょっと、はい、ありがとうございます。サムネ用にちょっとね、いただこうかなと思ってね。 L ボタン押すとですね、このテキストのところがこうやってなくなるので、これをね、うまく使ってね。さてと、完全勝利のその後は。そもそもお前は地味なんだよな。真っ白なウサギなんて地味すぎるんだよな。若干ピンク生えてると思うけどな。確かに、まあ白って普通なのかわかんないけど、まあそんな感じだろうね。というわけで、僕好みに改造してやるよ。あははははは。改造？またかい。僕に逆らうとどうなる。
全部噛んでるやん、全部噛んでるやん。木の棒ってなんぞ。やだー、 そういうのはダメです。さあ、じゃじゃじゃ、大歓声、大歓声な。これはかわいそう。なんですかこれ。へそ出てるな、相変わらず。いやこんな妙妙竹林なの嫌でちゅ。元に戻してください。おやおや、あらら、お兄さんのセンスに口答えとは。モノミちゃん不良さんなのかな。モノミ、へ、お兄ちゃん、モノミ妹よ。お前の立ち位置って今やあやふやだから、僕の妹のモノミって設定にしたの。なんか今決めたみたいな。今決めたとか昨日考えたみたいな、そんな感じだろうな。後付けの設定だけどね。どうして私があんたの妹なんですか。あれあれ、じゃあ姉さん、あなたは生き別れた僕の姉さんだったんだね。嫌な感じ。しっくりこない。やっぱりお前は僕の妹だな。お兄ちゃんって呼びなさい。お兄ちゃんに逆らったら許さないからな。ほわわほわわ、すっかり名前の表紙ももの、ほんとだほんとだほんとだ、モノミになってる。いつからなってたんだろう。ちょっと編集中にちょっとチェックしとこう。だって最初、だって登場時普通にうさみ書いてあったもんね。許しません。ちょっと勝手にそんな設定なんて許しませんだろうな。おう、いやうわだったもん。お兄ちゃんにかなうと思ったか。痛い、ぶたれるとすごく痛いでちゅ。親父にもぶたれたことなんとやら。どうだ、思い知ったか。なんだよこれ。お前たちのやってることが茶番に見えるんだけど。むしろ動くぬいぐるみ同士の喧嘩とかもうめちゃくちゃじゃないか。せめてマジカルステッキがあれば性格の悪いモノクマなんてやっつけられるのに。隙があるのが悪い。戦場では一瞬の隙が命取りとなるのだよ。おいおい、おい、この小芝居は何なんだよ。小芝居知るかよ。小芝居ではないと思うけど。でもまずいことになってるのは確かみたいだね。あれ、何これ、どうなっちゃってんの。くすん、むすん、かわいい、しょぼーん。あれなんか変な塗り方されてんじゃん。変な塗り方、変な塗り方って僕と同じなんですけど、地味に傷つくんですけど。しかも増えてるし。なんだと。これはどういうことだ。そっちの白黒のタヌキはなんだ。クマ。タヌキじゃなくてクマ。いいね、相変わらずなんかそのあのキャラクターのぽいネタはなんか引っ張ってくんだね。どうなってんだ。前作でもあったんですよね、こういうネタ。よくわかんねえけど、また新しいぬいぐるみが出てきたのか。つーか、なんでそっちのぬいぐるみまで喋ってんだよ。こら、だからぬいぐるみじゃなくてモノクマだってば。希望が峰学園の学園長なの。これはモノクマ。これはモノクマです。学園長だと。とにかく、とにもかくにもこれで全員揃ったようですな。では早速学園長としてお前らに宣言します。今から殺し合い修学旅行を始めまーす。殺し合い修学旅行。
仲良く暮らすことが目的の修学旅行なんて刺激もないし退屈だしつまんない。そんなゲームなんて誰もやりたく、ゲームいっちゃったよまあ確かにそれなかったらマジでギャルゲーだもんな。おおねえねえこのお前らっていうのは多分俺の見てくれてるあの皆さんのことを言ってるんだろうなきっと。ここはな、北に答えてくれよお待たせしました。どっちの期待か分かんないけど、というわけで殺し合い修学旅行を始めましょう。頑張ってね。あ、かわいい、この花丸がかわいい。もちろん参加者はお前らだよ。嘘でしょ。殺し合い？許しません。な、何言ってるんですか。おうおうおう、許しません。おう、大丈夫。うわあ、また蹴られ、今度蹴られた。やばいな、戦闘能力高いな。53万あるわ。痛い、蹴られるとすごく痛いでちゅなんか一緒のようなこと言ってんだけど、ぶたれるとすごく痛いってさっき言ってたよね。親父にも蹴られたことないの。頭の弱い子、いくら言ったらわかるのかな。あのね、お兄ちゃんより優れた妹なんて漫画の世界にしか存在しない漫画の世界行っちゃったんです。うー、説明しましょう。さて、少し脱線しちゃったけど、殺し合い修学旅行の説明に戻りましょうか。その殺し合いってどういう意味ですか。何言ってんの。意味なんて聞くまでもないじゃん。もちろん殺し合いに決まってんじゃん。いやー、へえ、殺し合いね。嘘だろ落ち着け。ない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 。あ、かわいい、てる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 って今出たねいやん、だって島から出る条件がみんな仲良くとか、そんなのぬるくて退屈でしょ。だからルール変更。もしこの島から出たいなら仲間の誰かを殺してください。そして学級裁判を逃げ延びてください学級裁判？どういうこと？そう、学級裁判こそがこの殺し合い修学旅行の醍醐味なのです。お、説明しましょう。あ、説明しましょう。お前らの間で殺人が起きた場合、生き残ったメンバー全員は必ず学級裁判に参加してもらうことになります。学級裁判の場では殺人を犯した黒と、それ以外の生徒素人の対決が行われます。学級裁判では身内に潜んだ黒は誰かをお前らに議論してもらって、その後の投票でお前らが導き出した答えが正解だった場合は、殺人を犯した黒だけがお仕置きとなり、残った他のメンバーだけで修学旅行を続行します。ただし、お前らがもし間違った人物を黒としてしまった場合は、罪を逃れた黒だけが生き残り、残った白全員がお仕置きされてしまうのです。マジか、前作とここは変わりないですね。つまり、ほう、ただし学級裁判を逃げ延びられなかった場合は犯人だけがお仕置きとなる。うぷぷうぷぷ、もはやおなじみのルールだから。おなじみ言っちゃったね。うん、おなじみかな、わかんないけど。まだ俺前作のワンやって日が空いてないからいいけどなんだそれ。つーか、さっき連呼してるお仕置きってのは何のことだよ。噛み砕いて言うと処刑だね。そんな、処刑？光った。学級裁判後の愉快なお仕置きタイム、これも殺し合い修学旅行のお楽しみの一つだね。醍醐味ってやつか、いわゆる。怖いな。うっぷっぷ、どんな鳥肌もののお仕置きが飛び出すのか今から楽しみだなっと。ということはモノクマもわかんないってことなのかな。いや、でもモノクマのことだからわざとこうやって言ってるんだろうな。盛り上げようと思って言ってんだろうな、多分。なんちゃらクローで脳天串刺しとか
ユーモア満点なお仕置きもあるかもしれないよね。確かにそれもありえるかもね。うん、わかんないけどね。いやー、怖っ。殺すって字めちゃくちゃあるやん。わわわわわわわ、射殺。怖い怖い。どうぞお好きな殺し方を自由に選んでください。時間無制限の人殺し放題、人殺しのバイキング、人殺しのアミューズメントパーク、最高にポップだね。それがこの殺し合い修学旅行なのです。なんか遊戯王のあの初代のやつのさ、あのペガサスってキャラクターを思い出した。なんとかなのでーすって。ね、世代が違うね多分。俺は思わず胸を押さえた。心臓の血管に太い針が入り込んだみたいに。それ大変だ、病院行った方がいいぞそれは。そんな自分でもよくわからない症状に陥っていた。クソが。ふざけてんじゃねえぞ。そうだ。お、ソーダくんがそうだって言った今。あ、ちょっと今のあんま面白くなかったからちょっと後でカットしときます。やだな。殺せとは言ってないよ。やるかやらないかはお前ら自身が決めることだからね。いやいや。だけど気をつけてね。青春は短いんだからね。40代になってから殺し合いを始めても、まあな、そこまでみんな仲良く暮らしてたらもう殺し合いしないと思うよ。信じない信じない。僕は何も、信じませんよ、と。何なの？しゃっくり出た。どうだろうね。さあどうでしょう。とにかくこれからは清く正しく殺し合い修学旅行ってなんだよ。なんなのよ。おやおや、そんなの決まってるじゃん。お前らには殺し合うべき理由があるからだよ。え、まったれ。さっきから好き放題言ってくれるじゃねえか。知らんぞ。直接的な暴力は好きじゃねえんだが仕方ねえみてえだな。やってやろうじゃねえか。あ、なんかもうスーパーサイヤ人になる直前みたい。なんか行くぞ。誰が殺し合いなどするか力ずくでも止めさせてもらうぞ。やろう。体育系団集団。確かに運動できるやつすごいいるからな今、はいはい、本作では。ああ、そうですか。まあこれもお約束ってやつですかね。そっちが力づくならこっちも力づくで返すしかないよね。何するつもり。渦巻け、光と闇の狭間から生まれし神々を、古の契約に従い今こそ何時らを召喚する。すげえ、なんかめちゃ中二になったんだけど。いでよ、もぬけもの。もぬけもの。ええ、まさか。笑うしかねえや、これは。遊戯王じゃねえんだから、そんな。ほんと、カードゲームみたいな奴らが出てきたぞ、今。この島に来てから俺は何度も驚くべき光景を目の当たりにしてきた。それでも目の前で起きているこの現象は、群を抜いて異様だ。まあ異様だよな。理不尽すぎるよな。なんでみんなこっち向いてんだろうね。向こう向けや。向こう向けよ。まあ向こう向けよ。何これ。なんで石像が動いたの。違うよ。石像じゃないよ。物獣だよ。化け物だよね。物獣って化け物だよね。はい、おう。本当に驚くと声なんて出ない。俺はそれを思い知らされていた。突然の化け物の出現なんて、アニメやゲームならベタな展開なのかもしれないゲームですね。うん。だからこそ俺はこれを現実として捉えることがどうしてもできなくて、恐怖すら感じることもできずに、ただ呆然と立ち尽くすしかなかった。まあ実際にそんな状況だったらはじめくんみたいになるだろうな。まさか俺は悪い夢でも見てんのか。
夢だってさ、脳みそお花畑だってさ、すごいすごい、もう自分もうマイペースだな、ひよこちゃん。まったくもう、夢だの嘘だの疑い深いんだから。お前らの常識というちっぽけな、あ、おうおうおお湧くね、くだらないね、何も知らない原始人の方が言い過ぎ、それは言い過ぎ。てか原始人に謝れよ、俺ごめんなさい。嫌な感じ。物事をすぐにジャンル分けしたがるのってほとんど現代病だよね。確かに、うん、皆さん下がってください。私が皆さんを守ります。負けられません。この命に変えても皆さんを守ってみせます。おうおう、うっぷゲップ出たのかな、あれなんだこれ、うっぷうっぷ、あ、止まん、ゲップばっか出るね。ちょっとしょコーラ一気飲みしてから喋ったのかね。はあ、あ、そうか、これって吐き気だね。ベタベタの正義感に吐き気をもよよ吐き気をもよしちゃった、もよしちゃったんだね。お仕置きタイム、見せしめ、え、嘘、お仕置き、へえ、まさか、やん、本当にやっちゃうの？モノミー、モノミー、いいやつだったよ、いいやつだったと思うよ俺は。うわー、妹って設定にしたやつを早々殺しちゃうのか、こいつは。うわー、本当だよ、なんだよそれだよ本当。泡吹いちゃってる、泡吹いちゃってる。序盤なのに早速もう序盤って何、序盤って何、なんだと。それは魔人か、それとも未来兵器なのか。みんな、なんか戦意喪失してるよ、なんか四天王が君の。うわー、唐突な化け物の出現、しかも命を脅かす化け物の出現にも俺たちは誰一人として逃げようとしなかった。その存在を認識できていないわけじゃない。ただ圧倒的に経験が不足してて、何の経験、今まで経験したことのない突拍子のない事態に、ああどう対処すべきか判断が下せないでいたんだ。その事実はこの場においては致命的だった。ふひー、そうそう、これこれ、何モノクマストラップとか言うのよ。次、この絶望感満載の、あ違うのね、ノリだよね、やっぱ見せしめはこうでなくっちゃね。あははは、興奮した高笑いを響かせるモノクマとは対照的に俺たちはすっかり固まっていた。呼吸をすることさえ忘れたように固まったまま呆然と立ち尽くしていた。俺たちは無力だった。大量の水に溺れて流されるだありと同じだ。さてと、分かってくれたと思うけど、ドアップ光ってる。あのね、お前らは僕に逆らえないんだよ。ルール、無残な海の藻くずになりたくなかったら僕には決して逆らわないことだね。言っとくけど僕には慈悲も同情も哀れみもないよ。だって僕はクマだからね。クマって関係ある？わかんないけど。南の島でテンション上がっちゃったなんて言い訳は一切通用しないんだからね。いや、そんなこと、そんな言い訳する人、あ、いそうだわ、普通にいそうだな、このメンツだったら。それと殺し合い修学旅行を始めるにあたって電子生徒手帳をアップデートしておいたからね。
そこに殺し合い修学旅行のルールがあるので、後でじっくりと読んでおいてください。ルールを知らなかったなんて言い訳が通用しないのは、どこの世界でもどこの社会でも一緒だよ。ではでは。開放的で過酷で、うわー、いよいよ怖いな、始まるのか。一方的にそれだけ言い残して、モノクマはモノケモノという化け物たちと共に、俺たちの前から去っていった。正直言って俺は、ひどく、それは疲れるわな。とりあえず今日は寝た方がいいぞ。何もかもが理不尽の連続で、もうここがエピローグでも、エピローグとか言っちゃダメだよ。一応プロローグなんですよ、まだ。ゲーム的には。それは誰もが一緒。この場の誰もが疲れ切った顔を青く染めていた。そんな、どうなってるのこれ。てる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 。信じない信じない。以上ね、これにて終了ね。人間や動物相手ならまだしも、あんなどでけえ怪物相手に一体どうしろっちゅうんじゃ。どうなってんだ。ありえねえな、確かにな。あれを相手にするのは無理だろうな。ありえるな。いや、ありえないことではない。そう、モノケモノとやらは機械で動いてるだけとなれば、あのぬいぐるみでもぬいぐるみの層なのだろう。そして機械である以上は、誰かがそれを作り操作しているということだ。ではその誰かの仕業か。私たちがこんなわけのわからないことに巻き込まれたのも、うん、答えてよ。誰なの。ははは、教えて、てるてるくん。誰でもいいって。いや、誰でもいいのはよくないぞ。お腹すかない？いろいろ。いやいやいや、それ以上先に食べてていいよ。うん。いいか。いくら混乱しようとも取り乱そうとも構わない。だがこれだけは肝に銘じておけ。どこの誰が俺たちを陥れようとしてるのかは知らないが、今の俺たちが一番警戒すべきなのは、あの非常識な機械でもそれを操る誰かでもない。それよりもまず警戒すべきなのは、なのは、ここにいる俺たち自身の方だ。かっこいいこと言うね。でもそうなんだよね、うん、見ず知らずの連中と共に南国の島に連れてこられ、そこで殺し合いを命じられだよな。そうやって植え付けられた絶望的な恐怖心から逃れたいという気持ちこそが最大の敵か。俺たちの最大の敵なんだ。なるほどね。言っちゃったわ先に。すまんな白夜君。俺たちは自然と互いの顔を見回していた。その顔つきを見れば一目瞭然だった。その場の誰もが今の言葉を認めてしまっていた。だろうね。でも大事なことだと思うよ。自分にもその可能性があるということを認めてしまっていたんだ。仲間を殺した生徒だけがこの島から脱出できる。つまりこの絶望的な状況から逃げ出すためには他人を犠牲にしなければならない。けどそれが起こらないとは言い切れない。いや、むしろ俺自身だってそうだ。本当にそんなことしないって言い切れるのか。みんなそうかもしれないよね。いや、言い切れないはずだ。この悪夢のような状況の中ではそれを言い切れる自信はない。俺たちに植え付けられた疑心暗鬼は他人に対してだけではなく自分自身に対してもそうだった。いい感じにモノクマが動機として使っちゃったような感じになっちゃったな。どうかわかんないけど。だからこそ絶望的だった。なるほどな。その日は俺にとって単なる365分の1日なんかじゃなくって、もっと特別な意味を持つ1日だった。特別で絶望的な意味を持つ1日だった。それが始まりだったんだ。この南の島を舞台とした殺し合い修学旅行の始まりだったんだ。
ガンよバンバン。